で戦ってたら氷が。ああそうね。おおめっちゃ出る氷。氷めっちゃ出た今。バルです。チェロです。バルチェロです。はい。PS2 版ジョジョの黄金の風やっていきましょう。いきましょうかね。今回は第5話ですね。うん、偉大なる死。わ。なんだっけ偉大なる死。誰の死かな。えもしかして？いやいや。まあ行きましょうか。うんうん。何だもしかしてっち。いやいや。そんな意味深なこと言って本当何も思いついてないよ。いや思いついてますよ。何？なんかそれはネタバレになっちゃうでしょ。あ、ここは兄貴ペッシじゃないですか。おお。チロさん大好きなペッシの。そうだね。フィレンツェ駅特急に乗った。このポンペイで手に入れた。兄貴が出るのか。列車に乗ったが、ネアポリス駅6番ホーム1号車前にある水飲み場にいるカメにこのキーを使い、そして列車にて娘をベネツィアまで連れてくること。追伸、君への指令はベネツィアにて終了する。水飲み場でカメは捕まえてきたが、カメにキーを使えとは一体どういうことなんだ。まさか亀の甲羅にこの八角形のキーと同じ形があるぞ。この亀の甲羅にキーそのものをはめ込むんだ。なんだ この亀は。メリコム、まさか見とれるよね。うんうん。サンド使い、うわ、俺たちも亀に吸い込まれていくぞ。なんなんだ ここは。どうやらここは亀の中のようだ。どういう仕組みになっているのかはわからんが、とにかくこれなら安全に列車に乗ってベネツィアまで行けそうだ。ブチャラティたちはすでにこの列車のどこかに乗っているようだな。あの後ろ姿は、うん、おいフェッシー、この列車を先っちょからケツまでとことんやるぜ。どっかに潜んでいるブチャラティどもを引きずり出してやる。あ、兄貴、まさかやるんですか。乗客ごとやるつもりですか。チンピラ感が半端ない、ね、奴らは絶対いる。ザ・グレイトフルデッド、ペッシー、お前は列車の反対側を探せ。ああ、ナランチャどうした、気分でも悪いのか。なんか痛かい、ミスター。歳を取っている、スタンド攻撃だ。列車の中に俺たちを追ってきてる敵がいるのか。しかもこの亀の中にいるってことが。遠目だとかっこいいよね。いや、ミスターかっこいいよね。まだここがバレてるわけではない。多分この敵は俺たちがこの列車のどこかに乗り込んだということだけを知り、そして彼女を探し出すために列車全体を無差別に攻撃しているんだ。ミスター、お前が敵を倒しに行くんだ。俺たちのスタンドパワーと体力がなくなる前に。分かったぜブチャラティ。これはなんか今ヒント、マットとどんどん減っていくんじゃない。ペッシの後頭部。おお。悪意があるよねこれ。この乗客たち全員年を取って弱っている。死んじまった者もいるのか。やはり無差別に攻撃しているぜ。ねえあんた、助けてほしいんだよ。お兄貴や。お兄貴、後ろこんな編み込みだったっ。どうなっちまってんだよ。おいお前、向こう行ってろ。バカめ、くらえ、グレイトプルデッド。うわあ、貴様。顔。素早いんだぜ。兄貴、プロシュート兄貴はやっぱりすげえや。これぐらいのことで騒ぐんじゃねえ。俺たちチームはな、そこら辺の大口叩いている負け犬どもとは
わけが違うんだからな。おじいちゃんだよね。名言や。お。行動は終わっているんだ。行くぜペッシー。ミスタが三両目から出てくるのを俺は見た。娘は食堂車にいる。列車の窓から見えた感じでは、ブチャラティは駅のホームで何か黒いものを受け取った。それだ、この食堂車で今探すの。亀がおる、亀がおる。兄貴、物陰に何か。違和感ありすぎでしょ。なんだこりゃ。亀かよ。そしてこの亀の背中にくっついてるものの中には、見つけたぜ、トリッシュだ。他の奴らも見える。兄貴、こいつら一人足りないんじゃないですか。ブチャラティだ。チャック、出てきた。来たよ。何、任務は遂行する。かっこいいよ。かっこいい、うん、理想の上司ですよ。幹部の辛いところだが、覚悟はいいか。おお、かっこいい兄貴。ああ、いいね、アングルいいよ。どう考えてもさっきのペシー悪意があるよね。そうね、もう顔すら出させてもらってないからね。おお、かっこいい。かっこいいね。老化攻撃を避け、プロシュートを倒せ。老化中、体力ゲージが灰色にない、体力が減少。近づいちゃダメってこと？奴の老化攻撃を引っ掛け、この車両の中にあるはずだ。氷だよね。あー、そうね。ここら辺壊してさ。あ、そうね。ここら辺にさ、あ、ペシー倒れてる。あー、バーカウンターに。なんでペシー倒れてるんですかね。で、うん、なんだ、廊下が痛い。廊下が進んでますよ。やばい。うわ、めっちゃ減りよ。めっちゃ廊下。うわ、これはまた強い敵現れましたね。やばいね。氷がどっかにないんかな。なんかあったよね、バーだから。ありそうだけど。やばい。危ない。氷。あ、その辺。あったー。温度差か。やつは列車内に暖房をつけ、温度の変化で俺を老化させる。回復する。間は老化しない。氷が溶ける前に次々と補給しながらやつと戦うことになるな。なるほどね。やばい。捕まってよ。やばい。あー、気づいたら死んだ。でも氷のありかはね、すぐ氷行った。胃の一番に行ったよ。すぐ。温度差か。やつは列車内に暖房をつけ、温度の変化で俺を老化させる。氷で冷やしている間は老化しない。氷が溶ける前に次々と補給しながらやつと戦うことになるな。おお、危ない。氷。おお、ちょっと待て。相当強いんやけど、この手長。いや。めっちゃ強いんやけど。危ない。捕まりますね。3回捕まったら死ぬね。そうだね。廊下が急速に進んでしまう。
急に遠距離攻撃氷をね、うんうん、やばい、あー止まった、いやー、よしチャンス、あー今チャンスよ、お得意のね、お得意のハメ、おー、かっこいいかっこいいかっこいい、かっこいいよ、誰やばいやばい、氷氷氷氷くれ、やばいやばいやばい、危なかったね、おお、なのにあの子が近づいて、あの腕を掴まれたら急におじいちゃんになった、あーこれでハマらんのよ今のうちよ、おおお、かっこいい、かっこいいよね、アングルちょっと変わるよ、あぶなあぶな捕まる、あ氷氷、動きが見える、呪いぞブチャラティ、あぶな、かなりやばい、やばい氷が、でもやばい、怖い怖い氷氷氷氷、あははなんて惨めな、おお、すり抜けたね、どうどうどう今の、あーかっこいいかっこいい、見どころありですね、おお、どう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 、氷も出たし、そうやろう、あ避けれんなこれ、手長いもんね、うん、これがいいかも、これいいね、うん、おじいちゃんの仇は取るよ、おこれがいいね、あいつが手を伸ばした時にダッキングして、ね、あやっぱこれはもうタイミングがね、おお、これもう掴んだよ掴んだよ掴んだよ、見える見える、これはわあめっちゃ強い、強いでしょ、あいた、消えましたね、危ない危ない捕まる、あー捕まる、おお危ない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 氷を出そうとした、氷がと食いたい、氷をくれって言ってんだろ、氷をくれって危ない危ない、氷やばい、あーやばいやばい、あー調子よかったのに、氷をくれて氷をくれ、危ない、氷氷難民になりましたね、氷をくれって、なんでこんなすぐ出るの、先出らないんだよ、ねえ、まあ、シビアよ場所、やばい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 、お、来た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 、やばいやばい、頑張れ頑張れ、これを頑張りたいね、おお来ました来ました、これかっこいいよね、ねえ今のうちにね、
や、落ち着いていこう、うん、そうね、うおやばいやばい、氷氷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 氷、あ、出た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 、危ない危ねえ、危ないね、まだわかりませんね、頑張れ頑張れ、もうその辺戦ってたら氷が、ああそうね、おおめっちゃ出る氷氷めっちゃ出た今、氷出ろ、おお出られた、いいね、その辺で戦ってたら氷が ね手っ取り早いですよ、そうよね、アンチやね、アンチ、うん、お、あーこれはいけるんじゃない、よし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 、およし、これはいけたかな、あーこれはいけた、油断はしちゃいけんよね、そう急にね、一回でもあの手にかかったらやばい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 、あー出た出た出た、やばい、こりこりこり、やばいやばいやめてくれ、こりこりこり、やばい、氷が出ない、氷が出ないなんで、いけ、もう倒そう、もう倒すしかないね、あ、もうちょい、あと1回、あと1発、やばい、よし、あ強かった、強いね、あの氷面白かったけどね、うん、めっちゃいっぱい出たね、あ、他にもあるんかな、氷あったのかな、うん、多分いろんな条件があったんやろうな、うん、ちょっと原作を思い出しながらせんといけんね、そうね、